皆様こんにちは筑波大学の水野智美と申します本日は子どもの発達特性を踏まえて育てる秘訣というテーマでお話をさせていただきます短い時間なんですけれども皆さんが自信を持って子育てができるよう、えー、情報を提供していきたいと思いますよろしくお願いしますまず 発達に凸凹のあるお子さんはたくさんいます発達の凸凹が大きいと発達障害という診断を受けるということになりますがその凸凹というのはどのお子さんにもありますただその発達障害というものも小学校の1年生でも 10人に1人の割合でいるということが、文部科学省の調査でわかっています。ただ、私はいろいろな幼稚園保育所・子ども園さんに巡回に行って、先生たちの相談に乗ったり、親御さんたちの相談に乗ったり、というようなことをしていますけれども、その活動の中で、10人に1人ではなく、 もっと多い78人に1人ぐらいの割合で発達のがが目立つお子さんいいるなという,ふうに感じますですから今日これを聞いてくださっている方の中にもうちの子は違うというように否定するのではなくたくさんいる中でうちの子の凸凹というものを考えていただきその子に合った特性をしていただきたいなと思うんです。なぜこのよううに言うか というと発達の凸凹があっても上手に育てられていけば上昇気流に乗っていくんです例えば著名人の中にも発達障害と自分で告白されている方はたくさんいらっしゃいますその方たちは自分の苦手なところをきちんと理解してそしてどうやったら補えるのか いいう方法を身につけているんですまた私は大学で教えていますが大学の中にも発達障害傾向のある学生はたくさんいますその学生たちも自分がどういうところが苦手でどういうふうにすればいいかそれを知ってる人は強いんですこう失敗しな,しないために私はこうするんですということをきちんと身につけているんですね。 ですから、ちゃんと自分の足で伸びていくから上向きなんです、だけど一方で私の大学にもいます、それから周りを見てもたくさんいるんですけれども自分の特性が十分に把握できてなくって失敗を重ねる、そして失敗を重ねていくうちにどうせ自分はダメな人間だ、どうせやったって仕方がない。 もうチャレンジする気持ちもなくなってしまえば周りに対して反抗的な態度に出てしまったりだとかちょっとひねくれてしまったりというようにその凸凹があることによって二次的に問題が起こってくる二次障害と呼ばれるような状態になっているそういう人たちをたくさん見るんです。さっっっき言ったようにに上昇気流に乗っていくのかそれとも 低空飛行していくくのかそれによっっててて人生は大きき変わっていいます低空飛行している人というのは自己肯定感がとっても低いですですから自己肯定感の低い人たちというのはちょっと周りから何か言われたらすぐに自分を否定されたと思ってひどく落ち込んでしまったりだとかまたその周りに何も言われないようにと思って反撃にものすごく力を こあの込めるんですけれどもでも自分の問題は何一つ解決できない状態で進んでしまうということになりますまず二次障害の第一歩というのはこんな言葉を言うんです「どうせ」っていう言葉です「どうせ」っていう言葉を子供が言い始めたら「二次障害が起こっている」というふうに感じてください。どううせっていう言葉 その後に続く言葉ってポジティブでではないですよね。どうせやったって仕方がないどうせダメな子なんだどうせっていうのは何度も何度も失敗を繰り返して起こってしまっているというような現象ですそうなってしまっているのは周りの大人がその子どもの凸凹を十分に把握できずになんでやる や,やらないのなんでこの前と同じような失敗したのこの前も言ったでしょ叱られてばっかりいるんです叱られてばっかりいる子供ってでも自分はどうしたらいいのかがわからないそしたらさっきから言ってるような二次障害になってしまいまいすよねそうならないためにも自分のお子さんの凸凹を早く見つけてあげてでこの子は 凸凹があるっていう風に決めつけるというよりも、じゃあそのこう苦手な部分をどうやって補ってあげたらいいかな。得意な部分をどうやって伸ばしていってあげたらいいかな。そんな風に考えていただきたいなと思います。また、発達障害というのは連続したものなんです。今、この線を描いているんですけれども、発達障害はあるかないかではなくって。その？ 特性が強くあるかか弱いかだけの問題なんですですからさっきから発達の凸凹というふうに言っているんですけれども凸凹のその具合が大きくなっていくそしてその苦手っていうところがとても強くなっていくと発達障害という診断を受けるということになるんです。でも 診断を受けていなくても、デコボコってその今言ってるように弱いだけであるんです、ですからうちはもう関係ありませんっていうふうなあの認識をしないでいただきたいなというふうに思います。そして、この発達のデコボコのあるお子さんに関わる際に大前提を言います。まず 子どもがわかる環境を作ってほしいということです。保護者の皆さんとお話ししているとよく相談を受けるんです。もう何度言ってもうちの子は聞かないんです。なんでお子さんたちがお母さんの言うこと、お父さんの言うこと聞かないかっていうと、一番大きいのはどうしたらいいか分かってないんです。 わかんないのに叱られてもう1回やって何でやっちゃったのっていうふうに叱られるかわいそうじゃないですか何度言っても同じ失敗をするっていうのであれば言われてることが分かってないどうしたらいいか分かってない相手の気持ちが分かってない次に何したらいいか分かってない分かってないことがあるからできないんだって。 うまくいかないんだっていうふうに思ってくださいわかる環境を作るためにはまず覚えておいてほしいことがありますはっきり短く具体的にこの三つこれは徹底的に気をつけていただきたいなと思いますまずはっきり 親御さんたちの指示の仕方を聞いていると何をしたらいいのか大人の私でもわからないことがあります。うーん、それはやってもいいけどうんでもどうかなそんなことを聞かされた子どもはやっていいのか悪いのかわかりません。それはママはいいけどパパはどう思うかなそれもわかりません。もうやっていいのか悪いののかか。悪 はっきりどうしてほしいのか、それを伝えてください。また、音声もはっきり伝わるように努力してください。例えば、言葉を聞いて理解するというのが苦手だったり、また、年齢が小さい子どもは、単語がはっきり聞こえてこないと、何を言っているのか理解がしにくいです。ですから、単語の部分がはっきり子どもに伝わるように、 しっかりそこを意識して喋るようにしてください短く皆さん長いんです子供にあれこれあれこれ言っても忘れちゃいます短く例えばたくさんのことを覚えておくことが苦手というようなお子さんもいますそういう場合には一個一個伝えていくっていう風にしてくださいそしたらできるっていうお子さんたくさんいます それから具体的に、抽象度の高い指示が多いんです。例えば、しっかりして、ちゃんとやってよ、上手にやるのよ、どうしたらいいのかさっぱりわかりません。折り紙を折ってるる時に、ちゃんと折るのよじゃなくって、この線のところぎゅっと押してごらん。でその 具体的にどうしたらいいのかそれがわかるように言ってくださいまた目で見てわかる手がかりも重要です言葉だけで聞いてわからないというようなお子さんまた年齢の小さいお子さんは言葉を伝えるだけじゃなくって絵カードだったり実物を見せたりジェスチャーをしたり丸ですダメですっていうように ジェスチャーをつけてお話しするだけでぐっと子供に伝わりやすくなりますまたスモールステップを用いてお願いします親御さんたちは欲張りです急に高いレベルの要求をするんです子供たちにまた 飛び箱も始めてないような子にさあじゃあ今から8段の跳び箱飛びますっていうようなもんなんです一個一個ちっちゃなステップでやっていってできた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 ,できたっていうように階段を上るようにしてくださいもしその階段ちょっとこう親御さんたちにとっては登れるかなと思ったけどうまくいかないと思ったらもっとちっちゃい階段にしてみてください 例えば先ほどの具体的にの例で一つ言いますとよくお子さんたちが椅子の座り方が下手くそな時にちゃんと座りなさいっていうふうに指示をするというケースを見ます。でもちゃんと座りなさいって言われても子どもはどうしていいか分かりません。それならば、ば例えば椅子の、 座面の奥にシール。二つ貼っといて。また背中のところにもシール貼っといて。で、そして。お尻のところのシール二つ。隠れるように座って。そしたら深く腰掛けます。お背中のシールとお背中。ぴったんこ。くっつくように座って。背筋が伸びます。ちゃんと座りなさいって叱るよりも。座れる環境を作るんです。 また、足がつかないような高い椅子に座っているお子さんは、足ぶらぶらして、そしてよくお母さんに叱られています。足ぶらぶらしないの。叱るよりも足の台を置いてあげてください。また、整理整頓が下手くそというようなお子さんもいます。 年齢が小さなうちならば親御さんが整頓するかもしれないんですけれども小学校に入ってから自分で学校の道具箱を整理整頓しなきゃいけない机の中を整理整頓しなくてはいけないという時にそのどこに何をしまうかという癖をつけておくそうしないとなかなか小学校に入ってからぐちゃぐちゃにしまってしまうということになります。 ですからちっちゃいうちからどこに何をしまうかという練習を少しずつしてもらいたいですでも、その時に自分で考えてしまいなさい無理ですそうではなくって例えばお道具箱にしまうという時にはその下に絵を描いたり仕切りをしておいてそしてここのでところにはハサミを置くよ。 ここにはセロテープを置くよっていうようにどこに何をしたらいいのかそれが分かるように環境を整えてあげると子どもは自分自身であ、できたこうやってしまえばいいんだっていうことが分かるようになります。これが応用されていってその後大きくなっても自分で何かしまわなくてはいけないっていう時にここにこれをしまおうこれをしまおうっていうことができるようになるんです。でも 小さいうちにやってもらってなくってなんでちゃんと整頓しないのなんで整理整頓ができないと叱られてばっかりいる子どもは大きくなったってできるわけがないんですだから子どものうちからできる環境をちょっとずつやっていただきたいと思いますまたよく相談があるんですけれども落ち着きがないんですとか集中力がないんですっていう相談です。 例えば外の景色ついなんかこう気になっちゃってあ鳥が飛んでる長女が飛んでるあ何々があるすぐに注意があちこちに向いてしまうというようなお子さんの場合には周りに何も置かないような環境そしてカーテンを閉めるとかおもちゃ箱が見えないようにするというようにしていただきたいです。 どうですか皆さんも自分が好きな食べ物または自分が好きなお酒が目の前にあって飲んじゃだめよ触っちゃだめよっていうふうに言われてもちょっと誰も見てない間に食べてみようかなちょっと舐めてみようかなって思いますよね。集中力のないお子さんに対していろんなものが目につくようなそんな環境で頑張れ、集中しろその方が酷です。 そうじゃなくって、集中できる環境を作ってあげる。それをぜひ心がけてください。今、簡単にいろんな方法をお話ししましたけれども、その発達のデコボコというのは、どのお子さんにもある。そして最後まで聞いていただいて、 どううでしょうか私自身のこと何か感じた方いらっしゃいますか私もとても凸凹が大きいという特性がありますでも私は親にいろんな方法で試してもらいましたこれがうまくい,くいかない例えば私はあの感覚にとても過敏さがあってゴムがここにこうつくような帽子をかぶるとかゆくて痛くてかぶれないっていうようなことがありました。 でも、私の母は、うん、しょうがないなじゃあどうしたらいいかなゴムを変えてみるゴムの長さを変えてみるいろんな方法をしてみてたどり着きました車掌さんみたいなの、ね、喉にはちょっと触れないような長さで太いゴムをこう渡してくれましたそしたら私は痛くないので帽子をかぶることができたというようなことがあったんですけれども。 いろいろこうあの周りの人が試してこれだったらうまくいくかなこうしたらいいかなということをやって子どもが生活しやすい環境を作っていただくそうしたら最初の方にも述べた上昇気流に乗っていけるんですどうせっていうような言葉を使わずにこれをやってみよう失敗しないために自分はこうしてみようっていうふうにチャレンジしていけるんです。ですから どのお子さんに対してもこれを苦手だったらこんな風に対応してみようかなそんな風にぜひ皆さんが考えていただけることを願っています。ではここでお話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。